37年前、北朝鮮に拉致された横田めぐみさんが来月で50歳になるのを前に、同級生たちがチャリティーコンサートを開き、一刻も早い解決を訴えました。コンサートでは、横田めぐみさんの同級生でバイオリニストの吉田直也さんが、母親の早紀江さんが作詞したコスモスのようになど11曲を披露しました。拉致問題をめぐっては、北朝鮮の拉致被害者再調査の報告時期が不透明な状況です。両親は一刻も早い全面解決を訴えました。大事な大事な一人一人をなぜこのようにいつまでも放っておくのでしょうか。何が大事なのでしょうか。それよりも大事なものは何なのですか。最後は同級生全員が中学生時代に一緒に歌った翼をくださいを合唱しました。会場にはめぐみさんとの再会を願う歌声が響いていました。